皆さんこんにちは。はい。皆さんこんにちは。ご飯です。ゆかです。ご飯メソッドを見に来てくれてありがとうございます。今日話したいことは、いい下のポジション。いい下のポジションって本当にあるんですか？ああ、もちろんありますよ。普通で、あの下の形は、え？どこですか？どこどこ？多くの人がタンギングをするとき、アタックしたときに入る雑音を気にしています。舌のどの部分を当てたらいいということはないですが、この部分なら雑音が鳴らないというポジションはあります。その一つのポイントっていうのが、舌が一番自然な状態でいられるポジション。自然じゃない位置でも練習したらできるようになるかもしれないけれど、それは舌や体にとっていい状態ではないです。だから今日は舌がどうやったらいいポジションになるかをお話しします。ゆかちゃんが始めた時、誰から舌のポジションが勉強しましたか？私は吹奏楽部の先輩ですかね。ああ、先輩ですね。これは典型的な日本の文化ですね。ちゃんとした先生ではなくて、なんとなく知識がある先輩から勉強しています。タンギングは口の中のことなので、見えないからはっきりとした言葉で伝えないと分かりにくいですよね。一番最初に悪い舌のポジションを説明します。一つ目の悪いポジション。舌の先でリードの真ん中をつくことです。2つ目、舌の先でリードの先端をつくことです。初心者の人に多く見られるんですけど、リードじゃなくて口の上の方を触って息を止めながらタンギングしている人がいます。舌の前面をリードにつけてタンギングをしているということですかね。ああ、よかった。バラバラバラ。でもこれから秘密の方法を教えます。リードの先の部分を舌の先の部分ではなくて真ん中あたりで触れます。アンビシュアを作った時、舌の位置はどこにありますか？きっと舌の歯と下唇の間あたりではないですか？そこがタンギングをする時にもいい舌の位置です。これで今日の動画は終わりです。タンギングのポジションぜひ確認してみてくださいね。今日も見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。